渡辺のの作戦と、藤井聡太の対応に注目、渡辺明王将に藤井聡太竜王が挑戦中の将棋のタイトル戦第71期オルソー・クバイ王将戦七番勝負主催毎日新聞社スポーツニッポン新聞社七番勝負第2局が1月22.23日と日に大阪府高槻市の山水館で行われます手番は決まっており 渡辺王将の先手つがいです。今季王将戦7番勝負は挑戦者の藤井聡太竜王が戦勝して始まりました第一局は相掛か,かりとなり最後までどちらが勝つかわからない白熱した勝負が展開されました戦後を入れ替えた本局がどのような戦型になるかが注目です お手番時の藤井聡太竜王が2手目に飛車先を突くのはまず間違いないところだと思われますがこれは相手のどのような戦型でも受けて立つという意思表示とも言われますとなるとまずは渡辺王将の初手が何かということに角道を開けるのであれば角換わりか矢倉飛車先を突くのであれば相掛か,かりか角換わりに進む可能性が高いでしょう 作戦家の渡辺王将が手番が事前に決まっている本局にどのような作戦を用意してくるのでしょうか第2局の相性抜群の渡辺王将全局の舞台である掛川城ではこれまで無敗だった渡辺王将その舞台で藤井聡太竜王が土をつけたことに注目が集まりました実は王将戦第2局における渡辺王将の勝率も高いのです これまで5勝1敗で、しかもそのうちの5局が後哲いでした。今季は第62期以来、久々に第2局で先手番を指すことになります。優位とされている先哲いで巻き返しがなるでしょうか。対する藤井聡太竜王は直前の対局で敗れたことで、久しぶりに年度勝率が8割を切りました。 昨年の大井戦七番勝負第一局で、豊島ま幸さ竜王、当時に敗れて以来です。この時は、直後の対局を勝って、すぐに8割へ戻しましたが、今回はどうでしょうか。前人未到の5年連続勝率8割超えを達成するには、ここから年度末までの対局を一局も落とせない、くらいの結果が必要とされそうです。タイトル戦を交えて、 そのような結果を出すのは不可能時と考えるのが普通ですが、それを実現してきたのが藤井聡太竜王でもあります。渡辺王将が用意しているであろう作戦に対してどのような対応を見せてくれるのでしょうか。渡辺明王将、37、追いつくか。藤井聡太挑戦者、19、連勝で走るか。1月22日から王将戦。 第2局1月22日23日大阪府高槻市三水館において第71期オルソークバイ王将戦七番勝負第2局渡辺明王将37歳藤井聡太挑戦者19歳戦が行われます寄付は公式ページをご覧ください第1局は藤井聡太挑戦者が勝ちました第2局は戦後が変わって 渡辺王将が先手番となります。王将戦七番勝負における三水間での対局は今期で4回目となります渡辺元王将は過去に3回対戦し2勝1敗という成績を収めています前期渡辺王将は永瀬拓矢挑戦者に勝ちました本局ではどちらが勝って どのような写真が残されるのでしょうか。渡辺王将と藤井聡太挑戦者は過去に11局戦い。戦績は渡辺2勝。藤井聡太9勝です。今年度成績は、渡辺王将は18勝13敗、勝率0。581です。直近の朝日杯では、渡辺王将は1回戦で、 須勝也八段に敗れていますまた藤井聡太挑戦者は2回戦で永瀬拓也王座に敗れました藤井聡太挑戦者の今年度成績は47勝12敗勝率0797です4冠を保持してなお高勝率の藤井聡太挑戦者もし本局に勝てば8割復帰となりますもし敗れると 年度成績としては初めて13敗目を喫することになります。2021年度も終盤に入りました。記録ウォッチャーにとっては、記録4部門、対局数、勝ち数、勝率、炎症も気になるところです。